もう何年息をしているのでしょう。息をする、見る、聞く、触れる、考える、いろいろ。人生の後半の今、時間のことや多次元のことが仏教を通じて分かってきたことの不思議、法華経との出会い、存在の理を知ったこと、感謝しています。もちろんすっかり分かったわけじゃありませんけれども、